どうもひろきです今日は勉強の質と量についてお話ししようかと思いますよく勉強って質と量どっちが大事みたいな話を聞かれるんですけどこれ僕の中ではもちろん量だけねやみくもにただこなせばいいってことじゃないんですけど基本的に成績があまり良くない子っていうのは圧倒的に量が足りてないんですよ。例えばもしみんなが 15年ぐらい前に戻って逆上がりとか自転車ができない状態でこれをなんとかできるようにしたいとで今から練習しようってなった時に1日1分しか練習しちゃいけませんっていう人と1日1時間ずつ練習していいですよっていう人これどっちが先に習得するかって言ったらもう考えるまでもないですよね人がね何かを身につけるには最初の段階でね質の高いトレーニングがある基本的にできないんですよでどうしたらその質のい高いトレーニングが身につくかって言ったらやっぱり量をこなす数をこなすことなんです 工夫して自分に無理のないたくさん量をこなせるようなやり方で回数をこなしていくと自然に身についていくで質も上がっていくっていう流れになります詳しいやり方についてはまた次回の動画でお話ししようかと思いますあんまり長くなっちゃうとあれなんでねで行いきましょう中学社会一問一答公民5現代の民主政治内閣裁判所 国会が決めた法律や予算で国の仕事を行うこと行政行政を指揮してまとめる機関内閣内閣はホニャララとその他のホニャララによって組織されるこの括弧に入るのはそれぞれ何内閣総理大臣国務大臣 行政全体を総指揮する役職内閣総理大臣内閣総理大臣はホニャララの議決で指名されホニャララによって任命されるこの括弧に入るのはそれぞれ何でしょう国会の議決で指名され天皇によって任命される各省庁の責任者で内閣の仕事を行う役職 国務大臣内閣総理大臣と国務大臣が行政のことを決めるために開く会議閣議閣議の全員が賛成しなければならないという原則を何という全会一致漫画で覚える見る見だけ授業内閣総理大臣が国会議員から選ばれ 内閣は国会に対して連帯責任を負うという制度。議員内閣制。衆議院にのみ認められた内閣が信頼できないときに辞めさせるための決議。内閣不信任決議。内閣不信任案が可決されるとどうなるか。10日以内に 内閣の総辞職または衆議院の解散行政の各部門がそれぞれの利益を守るために非効率になっている状態縦割り行政複雑で無駄が多くなった行政を効率化する取り組み行政改革自由な競争や経済活動を進めるために ルールを緩くすること。規制緩和。行政の仕事を民間に任せること。民営化。各省庁や行政組織で働く人たちを何という公務員。公務員は全体のほにゃららであって、 一部のほにゃららではない。このカッコに入るのはそれぞれ何全体の法仕者であって、一部の法仕者ではない。漫画で覚える、見るだけ授業。法に基づいて争いを解決すること。何という。司法。司法を担当する機関は、 裁判所裁判所の種類を2つ最高裁判所下級裁判所下級裁判所を4つ高等裁判所地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所同じ事件で3回まで裁判を受けられる制度。 1>, 単身制1回目の裁判に納得できない時2回目の裁判を要求すること。控訴2回目も納得できない時3回目の裁判を要求すること。上告全て裁判官はその良心に従い独立してその職権を行いほにゃららおよび ほにゃだらにのみ拘束される。このカッコに入るのはそれぞれ何憲法及び法律にのみ拘束される。法に則っ,って判断を下す権利。司法権。公正な裁判をするため、裁判所は他から干渉されないという原則。 司法権の独立。個人や企業の揉め事についての裁判。民事裁判。民事裁判のうち国民が国や地方公共団体を訴える裁判。行政裁判。民事裁判で訴えた側。原告。 民事裁判で訴えられた側被告犯罪行為について有罪か無罪かを判断する裁判刑事裁判刑事裁判で判決が出た後にやり直しを行うこと再審刑事裁判で訴えた側 検察官刑事裁判で訴えられた側被告人訴えられる前の犯罪の疑いのある人被疑者無実なのに有罪にされること冤罪国民が裁判に参加する制度 裁判員制度漫画で覚える見るだけ授業裁判員制度で参加するのは民事裁判刑事裁判どっち刑事裁判法律が憲法に違反してないかチェックする権利違憲審査権 意見かどうか最終的な判断を下すのはどこ最高裁判所最終的な判決を下すことから最高裁判所は何と呼ばれている憲法の番人国の権力を国会、内閣、裁判所の3つに分けること三権分立 三三権権分立の三つのつ利をそれぞれぞ何という立法権行政権司法権立法権を持つのはどこ国会行政権を持つのはどこ内閣司法権を持つのはどこ裁判所 国会が内閣に対して行うある役職の指名この役職は何内閣総理大臣国会が内閣に対して行う内閣が信頼できない時に行う辞めさせるための決議内閣不信任の決議国会が裁判所に対して行う裁判官を裁くための裁判 弾劾裁判。内閣が裁判所に対して行うある役職の指名。最高裁判所長官。裁判所が国会に対して行う法律が憲法に違反してないかどうかの審査。違憲立法の審査。 裁判所が内閣に対して行う行政処分が憲法や法律に違反してないかどうかの審査。違法審査国民が国会に対して行う政治の代表者を投票で選ぶこと。選挙国民が内閣に対して与える影響力で政治に対する人々の意見 世論国民が裁判所に対して行う最高裁判所の裁判官が適正かどうかの審査国民審査で今回も最後までご視聴いただきありがとうございます次回は地方の政治と自治についてやっていきますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ